いつの頃からだったろう。私たち兄弟がありえないものを見るようになったのは。兄はとても優しい人でした。人には見えないものを見る私が心を開けるのは兄だけでした。母が死んでからは私のたった一人の家族。これが氷室亭。人の行方を追っていました。有名な作家であり兄の恩人でもある高峰純生さん。高峰さんは取材旅行中に姿を消してしまったのです。兄から高峰さんの足取りがつかめたという連絡があったとき、なぜだか兄が遠くに行ってしまうような気がして。